にゃ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 紙飛行機なんだっけ、365日の紙飛行機。くるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。サナですなんか久々にあの自由な空間だからすごい声出しました。はい、ということでいきなり今日は外からですけども、いやほんまにね、はい、たまにはね対決をしようと。しません。だって俺の企画の努力が水の泡になります。ある勝負をして、はい、罰ゲームを、やろうかなって。ゲームをして、はい、で、まあ、負けた方が罰ゲーム。はい。で、まあ、今からその罰ゲームの内容を発表ってことですね。そうですね。はい、声援歌手。まあ、YouTuber にとってはよく、ね、うん、ネタにされてますけれども、ね、うん。でも俺、もうほんまちっちゃい時めっちゃ、ガチャガチャとか好きで、うん、100円とかのやつとかすげえやってたわ。カード出すとか。出たもの、何が出るかわかんないですけども、うん、負けた方は、くるちょもチャンネルの Twitter アカウントで、交換日記をやってるんですけれども、それと、過ごしてる動画をですね、一週間あげるという、謎の企画をですね、考えまして。今からですね、この真横に、千円ガシャがあるんでね。待って、千円あるかな？あるある、俺あるよ。今から、二人で行きたいなと。そうね。はい。よーし。はい。何年ぶりやろ、ガチャガチャとかするの。じゃあ、レディーゴー。レディーゴー。ダイということで、はい、千円会社来ました。これか。はい。すごいよ。すごいね。これ何か当たんの？ね、っていうか、あ、カメラとかあんの？おお。コンデジや。うん。もうばっかじゃない？なんか罰ゲームになりそうなの入ってない？まあ、これほんの一例ですからね。ちなみにこんなからだったらどれが欲しいですか？俺このキャノンのこのデジでも、あ、俺このルンバみたいなやつ欲しい。あ、ルンバ、あ、アップルウォッチあるじゃないですか。あ、お前アップルウォッチ欲しい。ね、俺もアップルウォッチ欲しい。だったらアップルウォッチかこのルンバみたいなやつか、ドローン。お、俺じゃあちょっと PSVR をちょっと。お、あ、すげえ、もう、ね、PSVR とかあるの。じゃあちょっと行ってみますか。おう、ディディーン、入ります。入りましたね。さあどれいく。うわっ、懐かしい、その押し方。押せたの、これ。え、押せた、もう出てるってこと。え、何も落としなかったの。あ、まだや。あ、お、出た。え、はい、ツーウェイライト。これはね、うん、一番難しいやつ出ましたね。で、車も戻ってきましたけど、なんすかこれ。なんか、うん、2パターンの電気つきますよってやつですね。うーん、こんなんが入ってましたけど、ここが光るのと、あとここが光るっていう、だからなんかその懐中電灯っぽい感じと、あとこれはその普通の電気とかよね、キャンプとかで使うような。あー、なるほど。本当にやりたくない。SNS 上でですね、すごく飛ぶ紙飛行機というものがですね、バズってまして。なるほど。それをですね、くるちょもが作って、飛ばなかった方が、千円会社で出たツーウェイライトを一週間こよなく愛すという、企画になります。かしこまり。はい。二人でちょっと飛行機勝負に。望みたいと思います。はい、それではもう一回レディゴー。レディゴー。よいしょ、戻ってきましたけれども、久々にやりました。今までやっぱ人類数々のね、うん、いろんな飛ぶ紙飛行機みたいなのね、うんうんうん、他の紙飛行機とかって難しいやん、おるん結構、うんうん、でちゃんと飛行機の形してる。確かにね、これマジで、うん、あられちゃんのガッチャンみたいだったよね。クピッポーや飛び方としては。あ、はい、ちょっと追っていきますか。はい、まずね、これ一回これちゃんと半分に折って真ん中に線を引いておきましょう、はい、でそこの真ん中の線に対して折り込んでいきます。はい、折って半分に折って、
まあこういう感じに、はい、はい、もちらをですね、はい、こうですね、外側に丸めて、ほう、でここをこう、こうまあ合体させると、君と合体したい、君と合体したい、でこう円にするのね、はい。で、この接着してるとこを、糊、はい、で留めて、はあ、で、その上に、なんか、これをなんか糊で、どのくらいこう結合させるべきなの？ねえ、それもなんかポイントっぽい。うん。俺マジでやりたくないんだ、あの動画。俺もマジでやりたくない。ってことだね。こう貼って、こういうことみたいですよ。お、早い。できました、うん、これもともくやこれひとまず完成、はい、ひとまず完成です。これが今ツイッターでバズってるよく飛ぶ紙飛行機なんか幽霊みたい。どっちのやつが飛ぶか試してみたいと思いまーす。イエーイ。公園に来ました。この線から、投げて、どっちが飛ぶか、やっていきたいと思います。じゃあいきます。最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ。じゃあ俺高校、うわおう、じゃあいきます。いきましょう。いでくるぶし一投目、はい、これはチョモちゃん負けてません。ということで、ちょっと風上からね、リトライしようと思いますね。2人して後ろ飛んでもたんでね。じゃあ2投目、いや、これで本当にもう決まり、勝負いきましょう。いきます。チョコちゃんどんぐらいだっけ？前に2メートル、俺後ろに、後ろに1メートルぐらいか。ああ、なるほどね。まあ結果としては俺が負けました。ツーエイライト使って1週間ツーエイライトを愛しまくる。1月27日もう月曜日から1週間、毎日ツーエイライトをですね、愛する交換動画をですね1週間上げ続けますんで、ツイッターアカウントもね、はい、3点登録ね4点登録、ね、4点登録で、うん、あのこの飛行機あのめちゃくちゃ面白いんで、子供と一緒に作るもよし、うん、アップルでやってみるのもよし、うん、結構楽しかったっす、ね、いやほんまに普通に普通に童心に帰った。うん、あのぜひぜひみんな作って、ね、遊んでみてください。今日はフルチョモチャンネル、バズってる紙飛行機で対決していました。またねー。右下着も押してる。懐かしい。